ご視聴ありがとうございます。今回はですね、短め展示動画になります。メガホビエキスポ展示になりまして、メガハウス、ポートレートオブパイレーツ、ワンピース、SA マキシマム、大海賊、ビッグマム、シャーロット・リンリンになります。よかったら見ていってください。はい。で、イベントまとめ動画も終わりまして、こんな感じで短め展示動画も今後どんどん投稿していきたいと思うんですが、今回はやっぱり注目度もかなり高いであろうビッグマムにしてみました。で、メガホビ展示っていうのは本当にありがたかったですね。POP って基本的に麦わらストアくらいでしか展示がありませんので、で、動画撮影っていうのが禁止なんですよね。ですので展示イベントはですね、もう本当唯一って言っていいほどの動画が撮れる機会なので、本当にありがたかったですね。うん。まあ、ただですね、今回これちょっと照明が強めに当たって、かつ全体が暗めでしたので、あまり見やすくはないかもしれませんので、ご了承ください。はい。で、私もですね、結構 POP に関してはこれまでも展示に開封に投稿してきまして、で、本当たくさんの方に再生していただいてまして、嬉しい限りなんですが、で、今回、ついにビッグマム来ちゃったわけですが、どうですかね、皆様は購入されますでしょうか。私すごい迷ってます。5万円ですからね、なかなかの額ですよね。マキシマムも2万前後の時代ありましたが、今では普通の POP がもうそれくらいですもんね。で、マキシマムとなるともう3万から5万くらいが普通って感じになっていくんですかね。この定価の高騰っていうのは POP に限ったことじゃないんですけどね。でも辛いですよね。で、メガハウスさんだけでも、例えば DX フィギュアですとか、プレシャス GM なんかが4万円前後くらいでポコスカ出てくるじゃないですか。私もさすがにそのクラス連発されると、あれもこれもとはいけなくなってきております。で、ナルトですとか、ブリーチなんかもやっぱり気になりますからね。本当に悩ましいです。で、今回は、4校という重要なポジションのキャラではありますが、私もワンピースフィギュアはガチ勢でもないですからね。恰幅のいいおばさまフィギュアに5万円となると、やっぱりボンキュボなセクシーフィギュアを2体くらい買いたいなという気持ちが強い。何でもないです。聞かなかったことにしてください。はい。カイドウって今10何万とかしちゃってるんですかね。それを思うと絶対持っておきたいフィギュアって思いますよね。で、ワンピース自体もまたさらに終わりに向けて絶頂期が来るでしょうし、やっぱり買っておけばよかったって絶対になるやつですもんね。で、もう見てお分かりの通り造形に彩色本当に素晴らしいので、いやー欲しいですね。でもまだ全然ポチれてないんですが、ギリギリまでにはなんとか変えたらいいかななんて思ってます。でも受注期間結構長いんですよね。来年の23年の3月頭くらいまでは受け付けてるみたいなので、引き落としのことも考えて、ゆっくり悩みたいと思います。皆様はやっぱり購入されますでしょうか。それとも我慢のスルーでしょうか。ぜひともコメントお待ちしております。はい、では以上になります。今回はメガハウスさんで POP マキシマムビッグマムの展示でした。最後までご視聴いただきありがとうございました。